どうした？ベランダに変な人が。特に誰もいないみたいだぞ。いたの？変な人が。外に出て見てみてよ。そんな。アニバーサト。お前にこそふさわしい。やだ。やったー。匂い嗅いじゃん。工作破れたり。え？そのパンツは木下のものではない。俺のだ。なんだと。いつからそれが木下のパンツだと思っていた。それは俺が脇に挟んで温めていたものだ。かぶぶぶ。押してみたら？それ前押したら音とか鳴らなかったし。え、ほんと？嘘。どうすんのこれ、逃げんの？みんな、とりあえず校庭に出るぞ。てめえ、何背中押してんだよ。お前が押したんだろ。何言ってんだ。だいたいお前前からムカついてたかよ。やめなよ、人が死ぬかもしれないのよ。まずは逃げろ。喧嘩はそれからだ。さあ、やるんだ。私が全力で支える。ああ、やってやる。開けるんだ、ピアスの穴を。まず、心を落ち着けて。開けるんだ、新たな人生の扉を。あんた、おば、じゃあ私と寝たのも遊び？はあ？寝たってお昼寝でもしたのかな。デートで昼寝って。お兄ちゃんも変わってるな。ただ寝ただけだろ。じゃあお腹の子はどうするの？いいですけど、会長さんは行かないんですか？バカ。生徒会長ってのはこういう時こそどっしり構えてなきゃいけねえんだよ。そこらを見て回るなんて役目、下っ端のお前さんがやらないでどうするんだ。という勇ましい言葉とは裏腹に、なんか震えてますけど。バカ言うんじゃねえ。震えてなんかいねえよ。会長さんもお化けが怖いんですか？だから怖くねっつってんだろ。しないとできないし、お兄ちゃんに限ってそんな。本当に僕の子なんですか？証拠でもあるんですか？古谷くんとしか寝てないわ。嘘だ、こんなの。まだ高校生なのに。どうした？え、あ、ちょっと思い出し笑いを。思い出し笑い？怒ってる。E クラスに宣戦布告をしてこい。え、僕？普通改正力の宣戦布告の使者ってひどい目に遭うよね。それは映画や小説の中の話だ。大事な大使に失礼な真似をするわけがないだろう。でも、アキサ、これはお前にしかできない重要な任務なんだ。騙されたと思って行ってきてくれ。うん、騙すんだよ。お手数ですが、上がる前に玄関で泥を落としてくださいね。これは失礼。磯の匂いを消すには香油がいいんですよ。いや、お恥ずかしい。最後にこちらで体中に塩を揉み込んでくださいませ。ドドドンチョンチョンチョン、チェレッチェレッチェレ。あれ、あ、私下ごしらえされてる。あれ、間違いがあったのよね。急いで連絡も回したんだけど、うん、どうもあんたらグループだけ連絡忘れたみたい。
チョコを作ろうとしたのね。私一人の手に負える相手じゃなかった。先生ちゃん。やからあれに似とるから。ほほう、プリプリで黒光りした立派なナスを見て、みのりちゃんは一体何を想像してしまうのかな。ほら、お口に出してはっきり言ってごらん。うん、やっぱり島田さんは F クラスだよね。うちがバカだとでも言いたいの。痛い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 、胸がないから耳があばらこねてグリグリこすれて、うちがすごく痛い。見えそうで見えうちは帰国。またご飯とおやつを作ってほしい。撮影完了。現地取りました。はぁ、鵜飼さんの料理の腕は壊滅的、遅かれ早かれこうなることは分かっていました。私の作戦勝ちです。おま、じゃあ最初から。はい、やっぱりガブも様子見に行っちゃってるしね。だからたまたま通りがかっただけだっての。へぇほぉ、ふん、確かあの公園ってあんたの家と逆方向よね。何それ、下手なツンデレ。でも目の手術か。惨めだよ、なんでこんな目に。何の解決にもなってないっすけど、その、せめて振りだけでも。あっ、バカかお前は。だって、にしても分かりやすい本質だな。それ以上言えば特定の誰かを傷つけるように手首がねじれる。言いたいことがあるので聞くわよ。もうないで。ミカ、やっと幸せになれる。ミカちゃん、向こうで遊ぼうぜ。そうだな。ほら兄さん、部室の壺に地図作って隠したでしょ、3年前に。当時の2年生に部を引き継ぐとき、どうせなら楽しくやろうと思って仕込んだんだけど、ガン無視された、あの嘘地図。それな、マジか。3年後って引っかかってくれたの君たちが。最高。